こんにちは。こんにちは。はい、机の上にちょっとメイク道具を4人に持ってきてもらったんですけれども、はい、インスタライブとかで結構ブルベ、イエベのコメント、質問すごい多いと思うので、うん、今日は4人に診断をしてもらって、うん、ちょっと使ってるメイクとかを見ながらコーデを組むという動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。普段は気にされてますか、皆さん？結構あんまり気にしてないですね、正直。ブルベイエベとかもあんまり自分が何かは分からない感じですか？うん、私は分かってます。何ですか、伊賀さん？私はイエベ春っていう学生の時に知りました。伊賀さんには私はあんまり知らないですね。ちゃんと意識したことない、ね。私はなんか機会があって診断してもらってブルベ夏でした、うん、じゃあ今2人、はい、あれですね、うん、ブルベ夏とイエベ春がいるので、うんうん、あと2人じゃあちょっと診断を今から実際にしてもらいたいと思います、はい。では2人いかがでしたでしょうか？はい、はい、私はイエベ秋でした。私はブルベ冬でした。ブルベ冬、ひとみさんです。あゆみさんがイエベ秋です。ということは、ありがとうございます。はい、伊賀さんとあゆさんが、はい、うん、イエベですね。の秋と春、うん、はい、春です。私、はい、で、りなさんとひとみさんがブルベで、はい、夏と冬、冬、いい感じに分かれましたね。ブルベ、イエベで分かれて何か違いがあるのか、うん、とかはよく使う。今ちょっとベージュっぽい。イエベチームはピンクとか使いますか？私一切、私も使わない。確かにこの二人特に使ってる印象ないかも。うん、結構あれですね、なんか意識はあんまりしてなかったけど、うん、やっぱブルベイエベで使っているカラーは違いますね、すでに。だから多分私たち逆にオレンジとか使わないから、ピンクとかもだけど、伊賀とかはね、多分よくオレンジ使ってるイメージがあります。ベージュね、うん、私もでもこうやって並べると似てる。そうかも。多分茶っぽいやつとか、うん、オレンジ味のある茶かな、うん、と思います。結構違うかも、うん、皆さんもきっとリップとかすごい知りたいと思うので、ぜひおすすめの一本ご紹介ください。はい、はい、かわいい、うん、私こんな、あ、似てる、でもトーンが違うね、ちょっとなんかやっぱりこっちの方がなんかちょっとライトっぽい。私はこの2色が可愛い。秋カラー、あゆっぽい、めちゃくちゃ、うん、なんか結構濃くしたい時はこっち でなんかちょっとなんか服装によってこのオレンジ、うんうん、ほぼ色あんまりないような色にします。可愛いこれ、うん、かわいい。私はすごい似てるかも。私も2個大体使ってて、あ、でも伊賀はその下ね、イメージですね。この今春夏の時期は私こっちの明るい方を主に使ってるんですけど、うんうん、これから秋とかになってくるとちょっとこっち多くしていく感じで、大体でも私はだいぶオレンジっぽいやつを使ってると思います。オレンジとかはブルベチームあまり使わないですか？いや、私ブルベって分かる前はもうほぼオレンジ、でブルベって分かった瞬間にもう似合わないような気がしてしまってで青みっぽいカラー集めたらなんか、なんだろう、なんですかね、盛れる、なりました。しっくりくるようになった、すごい、うん、はい、ではここまでメイクを中心に、ブルベさん、イエベさんで話してきたんですけど、うん、ここからはコーディネートをちょっと
4人に組んでもらって、またそこでもブルベイエベで何か変化があるのかを見ていきたいと思います。はい、では早速コーデを組んでもらいたいと思います。お願いします。お願いします。イエベチーム、ブルベチームでコーデを組んでもらいました。どうですか？確かに結構、うん、カラーがもう、うん、やっぱなんか淡いというか、ね、リアルに好きなやつに選びました、うんうんうん、はい、じゃあ一人ずつちょっとコーデのポイントなんか教えてもらえたらと思います。私はさっき、うん、ご紹介した明るめのオレンジのリップに合わせてコーディネート選んでみたんですけど、イエローっぽいものとかを合わせてちょっとこう華やかさを意識して選びました。では続いてあゆみさん、はい、秋なんですけれども、私はこのベージュのカラーを選んだので、それとなんか合わせてトーン の口紅の色もちょっとオレンジベージュじゃないんですけど、ちょっと同じトーンで合わせました。でなんかまあシューズはちょっと黒で、少しちょっと秋を意識したようなコーディネートになります。続いてりなさん、はい、ですか？私は、秋カラーとかよりもこういうちょっとパステルカラーの方が肌というかのトーンに合うので、このパープルを選んできました。例えばブルーミがかかったリップなので、トーンを合わせるためにこのリップをまた使い合わせてもらいました。はい、私は、まあ、ちょっと夏なので、あの明るい色を着たかったんですけど、多分このイエベチームみたいな感じ の、うん、カラーだとやっぱくすんじゃうので、結構こうはっきりした色の方が、自分的には合ってるというコーディネートです。リップは、さっきのにちょっとグロスっぽいリップで、青みピンクっぽい色を足しました。うん、はい、はい、ありがとうございます。なんかすごい本当に寒色と暖色で、ブルベイエベがすごい分かりやすく分かれましたね。自然とそういう 色味を選びがちですか、いつもカラー。でもなんかなんとなくみんなで話しながら、この色似合うねとか、でなんかこの色意外と違くないみたいなのは結構普段から思い返せば、そうですね、普通にいつも知ってる話かもしれないです。確かに。ではもう一コーデ組んでもらいたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、はいはい、2コーデ目着替えてもらいました。はい、皆さんお気づきですか？ちょっと結構どうですか？もう着替えてる時からね、うん、はい、ちょっと違うなって、はい、思っていましたね。はい、はい、普段だったらイエベさんがするイエベコーデ、イエベさんがするブルベコーデ、はい、ちょっとチェンジして来てもらいました。はい、どうでしょうか？どうでしょうか？どうですか？逆にしっくり来ないかな、うんうん、そうですね、確かに。なんかまあコーディネートとかももちろんあるとは思うんですけど、まあ、そもそもカラー、うん、私たちは多分この色あんまり着ないカラーですね、うんうん、やっぱ寒色と暖色というか、うんうんうん、黄色っぽいかブルーっぽいかで結構ね、うん、確かに、はい、今日はちょっと皆様からもコメントが多かった、ブルベイエベについてメイクだったりコーディネートご紹介していきましたが、皆さんどうでしたでしょうか？なんか自然と自分たちがいつもコーディネートを組むときに、なんかなんとなく意識してなくても、なんか好きな色とかちょっとこう自分に似合う色を選んでいたんだなっていうのが今回なんかすごい気づきでしたね。本当に意識してなかったから分かりやすく出たなと思いました。なんかね、好きな色はもちろんね、着たいときは着るけど、なんか合わせとかをね気をつけたね、したいかな。そうですね、はい、はい、この機会に本当、はい、4人のブルベイエベも分かりましたので、はい、ライブ配信とかでもね、うん、参考にしながらぜひ
見ていただければと思います。はい、では今日も皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。今日からお盆ですね、きっと皆さん。明日からかな。はい、はい、いい夏休みを過ごしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。